青空対話集会再開します。まあ、言われたんですけど、そのあんた私服の時を過ごさざるを得ないんであれば、やっぱり青空集会再開すべきだと、しなさいと立派なことで言われて身近な人たちが来てくれたんで、はい、いや本当にありがたいです。発売中。もうちょっと切り刻まれるかと思ってきたけど、そうだな今日何喋られるのかなと思ってました。いや俺だからなんで大学生出ねえんだとか、いろいろそのあんた何やってんだとか、いろいろこうネタ打ちされるんじゃないかと思ってた。いや僕も思ってました。それしかないじゃん今俺に言うこと。そうですよね。これっていつ決まってたんですか、このイベント。だいぶ前だから、まあ代表選に出てたら半ばで出てたらこれでなかったかもね。今日四国集会だよ、四国集会今日、徳島、だうち事務所もパッコさんもみんな行ってるから。あ、いやそうなんですね、徳島集会。なんで受けたのかなこれ出られないだろうという見通しが立った頃にオファーがあったのかな、ね、それはいつだっていう説もあるけど、これいつ言われてたの。分かってくれたよ。どうやって知ったんですか。告知でしょ。いやもう小川淳也ってツイッターで検索するのが日課ですからそれでこれがヒットした。いち早く見つけました。これがヒットした小川さんが代表断念されるぐらいなんで、8月末ぐらいです。そのそうだよね、はい、ああそうだね。いやー夏が終わったなもうこれから秋だねもう落ち葉が散り落ち葉が散り始める季節だよね。今日なんか枝倒れて人あ、そう昨日か、枝が落ちてる。そうそう、枝って枝じゃん。え、枝とか枝のとか多いから野田とか枝とか取るだろ。30代の人です。いやだけどえ、これいつぶりでしたっけ。え、都知事選以来か。そう蒲田が最後かっていうことは、じゃああの結果を受け止める場もなかったわけだあれから2ヶ月。2ヶ月ですね。あれね、すごいショックだった。ショックだったね都知事選のあのショック、そして小川さんは出ないし、はい、ショック小川淳也本気で総理大臣。ちょっとしたら総理大臣になるかもわからんで。お前や